皆さんはこんばんにちは。そしていらっしゃいます。朝とかいいです。それでは原神の続きをやっていこう。まあ、レベルは全然上げてないよ。あれから上げようと思ったんだけどさ。まあ、ちょっと材料を集めてたね。じゃあまあ、アルベドさんのイベントは、なんかスクロースのイベントなのか、あれは。まあメインのやつやっていくぜ。ちょっと食らってるな。まあいいか。サミエ。よ、アルベドちゃん。アルベドー。おや、君たち、何しに戻ってきたんだい？道に迷ったのかな？違うぞ！秘密を調査してほしい。秘密？頼まれたったぜ。ん？秘密？秘密。おいおい、何言ってるんだ。こういう時は普通こっそり調査するもんだろ。全部言っちゃうんだよ。そうかもしれないけど。ちょうどいい。僕も君に頼み事があったんだ。これを受け取ってほしい。あ、なんだこれ。見ての通り、片手剣さ。わ、なんだこれ。アルベドは錬金術と鍛冶屋を擁立しているのか。剣は僕が打ったものではない。だが、先ほどそれに錬金術を施した。試してみたくないかい？錬金術の剣。僕の研究によると、俺？それは特殊な剣で、君にしか扱えないだろう。そうなんだ。そして僕は今、その剣のデータが必要なんだ。君にそれを使って、たくさん戦ってほしい。ちょっと待ってくれ。こいつにしか使えない剣ってどういうことだ？なかなか鋭いね。その剣にはある種の呪いがかかっているんだよ。普通の人には扱えないが、君は違う。呪い。え？つまり、でこって。この剣の呪いは唯一君にだけ害を与えない。だから君以外に僕を手伝える人はいないってことさ。無駄話はこれくらいにして、この近くで怪物を探してくれるかい？使えばわかる。怪物。何だこれ。来ました。もうダメか。もうダメかね。おう、いきなりか。はい。別に国政で使えるが。どこ行きゃいいな。そこ？まあいいか。あれはどうだ？あれだ。やっぱりちょっと心配なんだけど。心配ない。あら。あれ。はい、はい、はい。行くぜ。世の乱れを切り尽くせ。急がないと。あれよ。毒のダメージあります。なくない？また。こん。こんよ。使わない。
払えった。我らを導きたまえ。はあ、見つけたぞ、あのクソガキだ。なんで？さっさとあれをよこせ。あれ、盗っ人め。砲塔団？こんな寒いところにも砲塔団っているのか。ケンパグっちまったか。うるせえ、よこせ。気をつけろ。アイスゾードかい。殺してでも奪い取る、殺してでも奪い取っちゃうけ。痛ぇ、スキルってのやろうでもせえや。でも食らえ、せえ、殺してやるぜ。おらおらおら、痛ぇ。ブルブルブル、よし、忘れ、あの剣突っ込んできてくるよね。はい、火炎よ、燃やし尽くして、燃やし尽くしてやるぜ。こんな野郎が、はい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 、あー危ないよ。え、勝た、マジで勝て、見て、スイ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 、まだ来る、まだ来るのか。やるやるって感じ。うるって、うる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 、仕上げられぜ、行くぜ、やれつきな、よしよし、来るよ。はいはいはい、はい、よし。オイラたちを盗っ人呼ばわりするなんて、こいつの方がよっぽど盗っ人なのに。来るのが早いな。マイが泥棒か。まさか。まさか。あいつらが言ってたのって、この剣のことみたいだな。一体どういうことだ？なんて目で見るんだ。この僕が剣を盗むはずがないだろ。少し前、騎士団が門戸城外で、砲塔団を捕まえたんだよ。その際、彼らが違法に運搬していたものを、すべて押収してね。この剣はその中にあったんだよ。誰も取りに来ず、どこから来たのかも不明。ずっと倉庫に放置されていた。倉庫に荷物を取りに行った時、偶然この剣に僕が気づいてね。まあこんな古い剣、錬金術の材料にする以外使い道はないんだけど。おい、押収されたものを自分のものだって言ってたのか。それでその剣を持ち出したと。ああ、この剣を使って実験しようと思ってね。ただ調査していくうちに、これの本当の来歴を知ってしまったのだよ。この古臭い武器は、なんじゃい、とある鍛冶職人が作った伝説の魔剣なんだ。魔剣？鍛冶職人はこれを完成させたすぐ後に失踪し、剣も行方知らずになっていた。押収物の中に混ざっていたことから、おそらく砲塔団に盗まれ、ずっとそのままだったんだろう。はい、剣を作った人が失踪したのか。うん、怖いぞ。それで呪われた魔剣なんだな。そうだ。君はドゥリンとこの雪山の話を知っているかい？ドゥリン、ドゥリン、つまり数百年前に風神バルバトスとトワリンが共に倒したモンドの脅威だった黒竜のことだ。ああ。激戦の末、打ち負かされたドゥリンは空から落ち、真っ白い雪の中に打ち付けられた。メッティに話した方がいいんじゃないの？雪山に積もる雪が一年中溶けないのは実に奇妙なことだ。ドゥリンがここに落ちたのは偶然か、
はたまた必然か。必然だって言いたいのか。雪山を墓場に選んだのは、氷の力でドゥリンの毒を封印するためだったのかもしれないね。バルバトスのような神ならそんな方法を思いつくだろう。おお、銀融野郎ってそんなにすごいのか。これはただの僕の推測だ。ウェンティ。だが、この雪山とドゥリンが深く関係していることは確信している。そして君の手の中にある剣はドゥリンの亡骸が材料として使われている。竜の亡骸？ああ、死んだ竜の目玉、爪、鱗。はいはい。それらを粉末にしたものが剣身に塗られている。羽とか。そうすればドゥリンの汚れと毒が剣の中に溶け込み、その力の源になるんだよ。これは非常に高等な技術だ。鍛冶職人は完成後きっと喜んで自分の手でその切れ味を試しただろう。手で？彼がこの剣を使えば、汚れた力は束を通ってその体に入り込む。それは常人では抗えない力だ。呪いにより精神錯乱に陥った鍛冶職人は辺りをさまよい、もしかしたらその身に何かが起こったのかもしれないね。うわー。トワリンの涙を浄化した君は類まれなる力を持っている。そんな力を持った君なら、汚れと毒に侵食されることなく、その危険性も排除できるだろう。そのためこの剣は君にしか扱えないってわけだ。そう言うけど、やっぱこの剣、うわっ、光ってるぞ。これはまさに実験開始の合図だね。実験開始。この剣はまだ弱い。だがこれには力を吸収しどんどん強くなる能力が秘められている。ある意味これも生き物と言えるだろうね。旅人よ、これを持って冒険してくれるかい。これを成長させてほしい。近いうちに全ての推測が検証されるだろう。どういうこって？あ、終わった。早くね。早いっす。うわあ。受け取る。これはなんだ、どうすんだ。そんなに難しいことではないだろう。ナッツ。アルベド、アルベド、アルベド、戻ってきたね。戻ってきたよ。たくさん頑張ったんだぞ。この剣を見てくれ。ふん、やはり、やはり僕の思った通りだね。この剣は戦いを通じて成長している。剣なのにそんなことありえるのか。だから特別なのだろう。そうだ、大事なことを伝える。付近を調査したところ、怪しい痕跡を見つけた。え、泥棒じゃないだろうな。泥棒はむしろ私たちなのでは。確かに。その痕跡を見たところ、調査の必要性があると思う。確かに竜だ。泥棒なのか、または別のものなのか、調べれば自然と分かっていくだろうね。どうなんじゃい、神に一滴する存在。第2幕、レンちゃんで。あー、遠いじゃねえか、クソ。よいしょ、着いたよ。音がある、音がある。よう、アルベド、着いたぜ。確かに誰かがいた跡があるな。
しかも一人じゃないみたいだ。強盗団っぽいか。強盗団は雪山にまで拠点があるのか。何を盗むためだ。山の中で一人で行動している冒険者はまさに格好の獲物なのだろうね。雪山の世界は弱肉強食ってことか。そういう世界なの。あいつらたくさん盗みを働いてるっぽいのに貧乏そうだったよね。ね、なんだかかわいそうなやつらだ。まあ通常してしまう。ふん、オイラたちを盗っと呼ばわりしたやつらに同情なんてしないぞ。誰だ、俺たちの拠点で好き勝手しているのは。同情するなら金をくれ。見つかった。同情するなら相手を間違えたら前の魂を。ほら芝居たるわ。ヤクザ、お前もヤクザ。どれ、ヤクザ聞かねえんだよ。ほらほらほら、ストレイ。ほら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 、うるうる、いったー。はいはいはい、さあし、まだ来るのかね。ねっはっはっは、大吉君うぜー、まだやりとりねー。うる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 、あら、下手。ちくしょう。この野郎。それよ。ベルベル。はいはい。トゥル。ドリャー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 。ソリャー。ハハハ。ふりふりふり。ほれほれほれ、なんでファデュイがいるんだ。ファデュイができた。あの報道団もファデュイのことを全く知らなかったみたいだな。なんでくせー、いやーなんとかないの。ふる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 、そーっとそーっと、よってすげえわ。はいはい、すい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 、そろよ、そろよ、はいはいはい、おりゃー、あ、固まった。はいはい、ふる、ふる、こいつらふざけんじゃねえ。痛い、あいかん、サミーサミー、ふる、この野郎、この野郎、この野郎が火炎よ、燃やし尽くせ。てててて、こいつはやっかい。あれ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 、おっと、そそれそれ、うっはっは、あれ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 、やった、間違えたわ。やれやれ、はよ、私に答える。やれ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 、行こうよ。やっぱ
ライトです。ほれ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 、まず次を影に従え。でん、出てさ、ほらほらほら、判決を下す、判決を下す。ほれ、またこいつ長くなるぞ。ふざやる、お前ふざいから先に殺すします。うる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 よ、終わりだな。する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 、はよ、うるうるうる、ドリアー、はい、はい。ファデュイだって、しかも砲塔団の拠点で僕たちを襲うとは、もしや後をつけられていた。でもなんでオイラたちの後を。なんでやねん。あ、もしかしてお前が何かやらかしたんじゃないだろうな。なんで俺なん。君、何かやらかしたのかい。だからしてないって、うん、それならオイラたちのせいじゃないな。僕が思うに、ファデュイもこの剣を探しているのだろう。でもお前はこの剣をちゃんと隠してたんだろ。なんでファデュイが知っているんだ。雪山で戦う君の姿を見られたのかもしれないね。ファデュイの目が良ければこの剣が特別だと気づくはずだ。ファデュイは何でも欲しがるんだな。これは特別だからね。何でも見た話を聞いたことがあるような。ファデュイが神に関するものを集めていることは君たちも知っているだろ。おお、言われてみればディルックの旦那が言ってたような。ドゥリンは風神の敵だ。神に相当する力を持っている。神に匹敵する存在も神に関係する存在もどちらも同じようなものだ。どうりでファディに狙われるわけだ。なるほどな。なるほどな。少し前、この周辺をスケッチしに来た時、あるものを発見した。この先を少し行ったところに特殊な土地があるんだ。そこの地脈は他の場所とは違っていてね、近くの怪物がそこに引きつけられ影響を受けると身体能力が高くなるんだ。どこでもスキッチしちゃうのね。そんなことがありえるのか。やんなっちまうぜ。でもオイラたちはこの剣を強くすればいいんだもんな。ならそこに行ってみようぜ。そうだね。ついでに異なる敵がその剣に与える影響も観察したい。うんうん、近いぞ。これはなんだ。おう、オーケー、楽勝だったね。なんだこれ。ああ待ってくれ、どこへ行くんだ。いけん、はよ。やったね。てかここだな。あ、これか。やろう、それを壊すんじゃない。うわっ、暗い。まあ、ひでえ野郎だ。無理、無理。
らうらうらうら判決をクリアうらうらそこどもそれうらうらうらいってよしった見て忙しいぞうら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 しまいどんな感じだ剣の力がそれで強まった一つの推測に過ぎないがこの剣が敵から力を吸収するとこの雪山に隠されたドゥリンの亡骸と共鳴するのかもしれない。わあ、なんだかすごそうだな。もしこの仮説が成立するならこの雪山にいる怪物もドゥリンの亡骸と共鳴できるだろう。なぜ？おそらくここ一帯にいる怪物の力の根源と関係あるんだろうね。ドゥリンは普通の怪物ではない。死してなお雪山全体に影響を与えているんだよ。神秘的な竜の力、これはある種の呪いだね。情報が足りない。もっと詳しく知るにはデータが必要だ。君に頼んだ理由はこういった意味もあったんだよ。話を聞く限りだと体力仕事だな。僕は研究の片付けがある。一旦別れた。体力仕事、後で団橋付近で会おう。やれやれだぜ。はよジュイン洗礼レベル2とかとつか。よーアルベド。アルベド、戻ったぞ。あれ、お客さんか。雪山は新人にはまだ早すぎるかもしれないが、冒険とは己の限界への挑戦だろう。冒険者ギルズの人。困難や刺激のない旅に何の意味がある。凶暴なヒルチャールの強盗がいたり、膝まで埋まるほどの雪があったりしても、冒険者は決して歩みを止めてはならん。サイリス、要点を言ってくれ。要点を言う。何を言ってるんだ。なんだ。会話は探検と同じ、過程が大事なんだ。要点などない。なんだそれ。ああ、キャンプ場を強盗に奪われ、氷に覆われた雪の中で火を起こし飯を作る。雪山の旅は冒険者協会の新人たちには忘れられない経験となるだろう。ああ、そうだね。たとえ今彼らが俺のことを恨むことになったとしても、未来ではきっと俺に感謝しているだろうな。冒険はこうして受け継がれていくのだ。ああ、続けて。興味のないことに対するアルベドはやっぱり感じが悪いな。あー、続けてくる。え、そうか。お前を見てる時のあいつは楽しそうだぞ。しかし新人が弱すぎるのか、雪山が強すぎたのか、今回の損失はひどいものだった。相談したろ。何がひどかったんだ。おお、お前はジェス・サイリスさん。久しぶりだな。いやあ、若き冒険者とその仲間。久しぶりすぎだな。ここで会えて嬉しいぞ。この極寒の山がお前たちに面倒事を与えてなければいいが。面倒事だよ。乗り越えられることなら面倒じゃないぞ。そうだな。その自信ある言葉気に入ったぞ。
わざわざ雪風の中ここに来るなんて、何か用事でもあるのか？ヒルチャールのデータを採取しに来たんだよ。彼女には助手として手伝ってもらっている。あら、そうだっけ。なるほど、みんな理想を追い求めここに集っているのだな。計画がうまく進むことを願っている。俺は新人たちの様子を見に行く。またな。へへ、おいらなんか分かっちまったぞ。魔剣だからな。他のモンドの人には知られたくないんだろ。魔剣聞こえているよ。さっき聞かないがよかったか。いいもよくないも存在しないさ。そう、知りたいことがあるのなら全て話そう。しかし今ではない。うん、僕にはまだやらなければならないことが残っているんでね。やらなければならないこと？それってどうせオイラたちも手伝わなきゃいけないんだろう。パイモン、君はどんどん賢くなっているようだね。何？オイラはずっと賢いぞ。この付近に怪物の新しい生息地を見つけた。異なる属性の怪物は我々に違ったデータを提供してくれるだろう。実験には根気が必要なんだよ。実験。錬金術師にとって何事も突き通すのは基礎中の基礎だ。準備はいいかい？では行こう。いや。あたか。一体どうなっちまうんだ。グルンパが、うん、来たぜ。ん？気配がしない。怪物出かけてるのか。なら怪物が現れる前に辺りを散策しようか。それとも休憩の方がいいかな。ちょうど聞きたいことがある。うん、はあ、分かった。何が聞きたいんだい？おしゃべりか？オイラも混ざりたいぞ。場所を開けてくれ。君が今回のことに対して多くの疑問を抱いていることは知っている。場所、先ほども言った通り全て話そう。ただ僕は君に嘘はつきたくないのでね。現段階でまだ明かせないことは省略させてもらうよ。おお、意外とさっぱりしてるやつだな。思っていたよりはすがすがしい人だ。ヒルチャールか。え？頭もぞ。え？パイモンが叫んでるの？違うよ。なんでアルベドじゃなくてオイラを疑うんだ。ああ、ヒルチャールだ。ヒルチャール語だな。ああ、お前ら雑魚じゃねえか。でん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 、うっと、えい、え、ほいほい、ほい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 、なっはっはっは、はいはいはい、影に従え。はぁ、まだまだ乗り越え。もうちょっとこいつ、ここで何してたんだ。してたんでしょうね。あ、逃げるぞ。お前ら見たか、あのヒルチャール本のようなものを持って逃げていったぞ。何？しまった、僕のスケッチブックだ。スケベブック。オイラは普通の泥棒だと思うぞ。僕のスケッチブックを盗むとは、いい度胸をしているようだ。いい度胸。アルベドが静かに怒っている。そんな大事なもんかい。ああ。スケッチブックにはイラストとメモがある。必ず取り戻そう。いいぜ。取り戻すか。
どこに行ってんだい。ん？こっちか。早く。頑張れ。遠くへ逃げないうちに盗まれたものを取り返そう。意外と出てくんじゃないよ。あら。ドゥル。ドゥル。これはなんだ？危ねえ。こいつらじゃないだろう。わからんか。あるあるバイバイ。これだな。イノシシプリンセス。やれやれだぜ、ジョエル。酒に行こうぜ。あん？いたか。道が途切れているな。洞窟の入り口しかないぞ。中に入ったな。足跡から推測するに、ここへ入っていったようだね。そうだね。それならオイラたちも行こう。逃がすもんか。待った。この雪山の体積は尋常ではない。この中の道もおそらく想像を超える険しさだろう。感じるかい？風に混じる氷と石の匂い、そして小玉。この中の空間はとんでもなく広いだろうね。軽率な行動は控えた方がいいだろう。でも、せっかくここまで追いかけてきたんだぞ。このまま逃がしちまうのか？ああ、大切だ。だが、それでも無謀な行動は控えるべきだよ。もう一つ道がある。ダメなのかい？ただ、少し苦労するだろうけどね。上から行けってか。僕の考えが間違っていなければ、この洞窟の出口は、山の反対側にあるはずだ。君も僕も飛ぶのが得意だろう。準備するんだ。一気に飛んでいこう。飛んでいくんですか。いいでしょう。バイバー。食べよう。どこよ。あれか。ああ、これか。ビュン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 うわあ、危ねえ。おい、あそこに野営地があるぞ。野営地。あれか。なんだこれ。飛んで回り道したってことです。そういうこと？やれやれだぜ。消えな。なかなか賢いんだ。ジュリーの亡骸の影響か。頭が良いですね。魔導士くん。うい。次はどっから来るんだい。硬い硬い。
割れちゃったね。ぶった割れた。つい残念。コークするぞ。世の乱れを切り尽くせ。あーどーん。ぶったぶった。うる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 。あーちょい木が邪魔だ。めっちゃ上がるよ。まずい。拾ったら場合かよ。うずい。うずい。この野郎。うる。判決を。決めろ。少々破けてしまったようだ。あーブチ切れ。僕は先に戻って応急処理を施すよ。応急処理。アルベド、なんか慌ててたな。コードか。やっぱりスケッチブックは芸術を理解できないやつに奪われちゃいけないってことだな。そういう意味ではないのではないか。ずらかるか。あ、その前にワープを起動させておくか。アルベド、よし。作業は順調か。まあまあだよ。いくつかのページが破られていたが、まあまあ、それ以外は無事だった。雪山の気温は低すぎる。特にあの洞窟付近の気温は耐え難いレベルまで達していた。その上、ヒルチャールが唾を本に垂らしていた。凍った髪があのような低温にさらされたらどうなるか考えたくもない。凍った髪って触ったら粉々になるんだろう。さすが錬金術師だな。もしスケッチブックがボロボロになってたらアルベド絶対切れてたよな。どうしてそう思うのか。切れてる。イラストとメモをいっぱい書いたって言ってただろ。確かにこのスケッチブックは僕が常に持ち歩いていたものだ。だがこんなもののために本気で怒ったりはしないよ。もし取り戻せなかったらまた新しく書けばいい。そうか。思ったより冷めてるんだな。そうは思わんな。そうなのかい。そうだそうだ、その通り、その通り、そうだぞ。オイラもそれが言いたかったんだ。そうだろうか。そうだね。書き直すのも手間がかかる。手間だし、アルベドは天才だから人と考え方が違うのかもしれないな。だってお前は他のやつにできないこともできるし、知らないことも知ってるだろう。そういう人はたまーに変なところで大雑把なんだ。賢い人の悪いところだな。パイモンは興味深い生物だ。パイモンもたまに大雑把になるのか。ところがあるのか。おい、なんでもオイラと重ねるんじゃない。では話題を変えよう。なんでもパイモン。サイリスが言っていたが、雪山のヒルチャールは冒険者を襲って荷物を奪うそうだ。さっきのはきっとそのヒルチャールたちの拠点だろうね。ああ、あの一帯のヒルチャールは麓の奴らに比べてかなり強かったな。僕もそう思う。おそらくこれも竜と関連しているんだろうね。ドゥリンの亡骸の汚れた力は怪物を強化する。その上この寒さだ。
雪山にはいくつもの無人区域が存在するだろう。旅人よ、剣を見せてくれないか。雪山の戦闘兵、うん、うわ、この剣は力を吸収し、すごすぎだろ、その内へと蓄えられている。そして君の浄化の力により、竜の血に汚染された力がろ過されたようだ。これはとても面白い検証だね。オイラたちにかかれば手慣れたもんだぜ。君に浄化の力があるとは知っていたが、なるほど、これがまさに百聞は一見にしかずだ。確かにこれは危険なので、安全な武器であるとは言えない。ヒルチャールに奪われなくてよかったな。雪山のヒルチャールがもっと強くなっちゃう。アデイの方がもっと危険なんじゃ。ヒルチャールも危険だぞ。もしあいつらが力を得たらきっと超、いや究極ヒルチャールになるぞ。究極ヒルチャール魔人、ヒルチャール悪魔人、ヒルチャール悪雪魔人。雪魔人雪ってつくと弱そうに感じるな。そういえば弱い、この剣ならアルベドの力も吸収できるじゃないか。どういうこと、うん、試してみたいと。うわ、視線が氷のように冷たいぞ。パイモンは悪意がないよ。いや気にしていないよ。冗談だぜ。とにかく君には引き続きその剣を使ってほしい。でもこんな危険な剣をオイラたちに任せて大丈夫なのか。こんな状態で使いたくねえな。アルベドは表情と頭の中で考えてることが全然違うからわからないぞ。違うとはどういうことだ。だがなぜ君たちにここまで託すのかについて、それは異常者同士ある種の共通認識を感じているからかもしれないね。異常者、孤独な個体、普通の人とは異なる体、僕と君のようなね。お前も違うのかい。続くんかい。まあ全然だよね。はあ、まあ、いっぱいあるね。じゃあいよいよ最後の任務だ。このエリアを探索。あ、アルベド、また来てやったぞ。また来てやったぜ。いいね。いないみたいだな。調査に出かけたのか、それとも秘密のスケッチでもしに行ったのか。あ、あなたたち。あ、スクロース。お、スクロースじゃないか。ここで何してるんだ。研究が一段落したから今日は約5時間26分ほど暇な時間があるの。だからあなたたちにお願いしていたことについて聞きに来たんだけど。何じゃその5時間って。細かいな、お前は人間時計なのか。いやいやいや、褒められるようなことじゃないよ。褒めてねえぜ。褒めてない。旅人さん、聞いてもいいかな。前にお願いしたアルベド先生の隠し事についてだけど、調査は順調？オイラの感覚が間違っていなければ、それはもう1週間以上も前のことだぞ。そんな、1週間以上。1週間以上だって私、あ、そうなの。実験に夢中になりすぎて完全に忘れてた。時間に厳しいのかルーズなのか。つまりもう答えが分かったってことだよね。うん、よかった、教えてくれるかな。どう思うよパイモン。教えても大丈夫じゃないか。大丈夫なのかな。見せるだけで触らせなければ。触らせる。待って、何を言っているの。お触り厳禁。これはアルベドが
覚していたことだぜ。これはすごい剣なんだ。でも絶対に触っちゃダメだぞ。おー、それは振り返これは、はあ、こんなの今までに見たことない。存分に見てくれ。なんだかオイラ妙に気分がいいぞ。すごい、こんな神秘的な武器は初めて見た。剣の中に力が流れているのをかすかに感じる。まるで生きているみたい。そんなことまでわかるのか。錬金術を学んでいるおかげかも。生きてる。絶対の自信はないけど、確かに何か流れている感覚がする。あまり正確な言葉ではないから。まあ、流れてるな。普段の私は使わないけど。信じて。まあ、弓矢だろ。私普段はこんな曖昧な言葉は使わないの。弓矢じゃねえ、本だ。はいはい、分かったから。分かってる。旅人さん、この剣で戦える？まあ、もっと詳しく知りたいけど私には使えないから、あなたにお願いしたいの。それなら人目のつかないような場所を探そう。人目のつかないところで何をするのかね。何もしないけど。うん、どこよ。そこか。うえい、ついたぜ。これか。うる、火炎よ、どれよ。そりゃ、ざっくり、ほいほいほい。どうよ。すごい、こんな武器初めて見た。あなたもすごいよ。戦う姿も剣を振る気迫も全て完璧だった。この剣は特別。詳しく研究するつもりはないのについつい目を奪われてしまう。それは剣じゃなくてお前の性分だと思うぞ。性分。危険で魅力的で神秘的な片手剣。うん、間違いない。こんな重要なものをあなたに託すなんて、アルベド先生からすごく信頼されているみたい。そんなに信頼されていたとは。これもオイラたちの実力のおかげなんだぞ。どうなんだよかな。私もそう思う。でもあなたたちに渡す前の剣はまだ力を大して吸収していなかったんだよね。どうしてアルベド先生はこれが特別だって気づけたんだろう。ひらめきに理由は必要ないんだぞ。アイラが人参とお肉のハニーソテーが食べたいのと同じだ。あ、そういえば今日はまだ何も食べてない。それは今食いたいんだろ。実験を終えてすぐここに来たし、雪に埋もれた冒険者を見かけて助けるのにかなり労力を使ったから。腹減ったぜ、腹減ったから始まる。違うよ。主人公が恥ずかしがるな。素直になれ。素直になる。じゃあオイラ、お腹すいた、ご飯が食べたいぞ。そら今のお前ならでは。お腹すいた。お腹すいた、ご飯。やっぱり恥ずかしい。そんなことないぞ。お腹が減ってる時に食べるのが一番うまいんだ。腹減ったぜ。え、そうなの？そうだぞ。何でもうまく感じるぜ。食べ物を探しに行こう。相当だぞ。この雪だらけの場所で人参とお肉のハニーソテーを食べられたら最高だろうな。それはお前が食いたいもんだろ。
何作るっていうのか。ああ、夜々だぜ。ちょっといいかな。まあ多分カットすると思うけど、意外と近いとこだな。あ、あら、消臭うっかりパラド。なんじゃそりゃ。パラドさん、帰ってなかったの？モンタのうっかり冒険者じゃないか。サイリスと一緒に雪山に探検しに来たのか。寒い。アクション。雪から掘り出してあげた後、ずっとここにいたの？道に迷ったんだ。すまない。凍え死ぬ。もう動けない。はあ、パラドさん、雪山の旅を甘く見すぎ。でもこの様子じゃ支えてあげないと歩けないよ。だとしても放っておけないだろう。めんどくせえぜ。確かに。燃やしよう。すみません、旅人さん。代わりに謝るね。他の人の心配をしてる場合か。あ、またファデューだ。またファデュイ。我々がここに来た理由は分かっているな。分かりません。剣を渡さない限り誰も返さない。ダメ、剣を渡さないで。ノアちゃん、その息だ。さっさとやっつけよう。パラドさん、安全な場所に行こう。さあ。誰も逃がさん。その剣は偉大な執行官淑女様に献上するのだ。何？シニオールか。ここを仕切ってるんですよ。バレてお前もかよ。おる、容赦せんぞ。おる、容赦はしないぜ。容赦せんぞ、容赦せんぞ。おる、おる、おる、おる。さっきのお面野郎はどこ行った。お面野郎。ドラ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 。あれ、ビリ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 。はい、残念か、やつらめ。うず、面白い、面白い。あら、ヤンキー。うわ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 。おるおるおる。はい、で、見て見て。ああ、これな。まだまだ。くん。これはおる、おる、おる、おる。ビリビリ。で、おる。うるさいやつ。もう十分うざいよ、みんな。あら、ほ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 ら、ザリ。で、やら、ビリビリ、ビリビリ。ほら、ほら、スイッチになるまで俺は、切り刻むのをやめん。とりあえずここで温まります。復活。うぜえ、聞いてねえよ。時間です。バグタイム終わり。あれよ、あれよ、あれよ、あれ、あれ、ほら、ほらよ。静かに。アルベド、いるのか。騒がしいと思ったら、やはり君たちが。さあせん。何を争っていたんだい。アデイをボコってました。アルベド先生、わざとじゃないんです。スクロース、君は資料を整理していたのだわ。
なぜここにいるのかな。しかも氷に覆われた場所でこんな危険な相手と戦うなんて。オイラまで申し訳なくなってきたぞ。戦いましょうって。私はただ、ごめんなさい。スクロスさん戦ってないだろ。私はたまたまここに。ふん、何か君の興味を引くものでもあったのかな。剣のことを教えてしまったわ。めんごめんご。全部教えたのか。全部だ。剣の力と由来についてしか教えてないし、触らせてないぞ。そこはちゃんと気をつけたからな。全部じゃねえか。いいさ、どうせ隠し通せなかっただろうしね。スクロースの知識と秘密に対する探求心は非常に錬金術の研究に向いているよ。もう迷惑かけません。私が新しく開発した種が4倍大きいスイートフラワーにかけて誓います。迷惑だなんてことはない。ただ心配だっただけだ。次からは気をつけるんだよ。それでそこにうずくまっている冒険者はどうしたのかな。相談してました。先ほどの戦闘中、私がパラドさんを守っていたので多分怪我はしてないと思うんですけど。パラドさん守ってた。寒い。寒しすぎそうだな。さっきの戦闘中じっとしてたから体が冷え切ったみたいだな。わあ、そんなことになってるなんて思いもしなかった。私のせいですみません。アルベド先生、少しパラドさんの様子を見てきます。ああ、よろしくちゃん。クロスは頭が硬いけど心の優しい子供だな。子供？確かに。スクロースは目を離すとすぐ変なところに行ってしまうんだよ。変なところって。そうだね、そうだねって。彼女もわざとじゃないんだから切れんなよ。心配するな。怒っていないよ。怒ってはいなさそうだな。なんか剣が光ってないか。やばそうだな。おや、また変化が。剣の力がさらに強くなっている。爆発するかも。何があったんだい。ファディをぶっ倒したぜ。この辺りのファディはただものじゃないようなやつが何人もいるんだ。シニオラの部下だな。前にはなかった新しい力か。だから剣が大幅に成長したんだね。寒い。寒いかい。もう少し頑張って、あれは火火だ。火に当たらせてくれ。ああ待て、危ない。あえてハが咲いたよ。花が、見たこともない花が。あの木、復活した。あの木、なんな木なの。木なんだ。ちょ待て。全員。うちのめすざ。ほら、まぶら一点、すぐ攻撃。では、復活した木、復活した木。ビリビリ、ビリ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 。なんでこの剣を。ほらよ、ほら。ちょっと待って、ちょー、見てーつ。シールド。いただき。うわ。あれ。すぐに手を。危ねえ。オーケー。あれ。それ、ファイター。
うわ、危ねえ。あいつ倒せんの？あいつ倒せんの？よし。危ねえ。待って。バケツ。さばきを。うるわ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 。はい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 。よーし、危ねえ、危ねえ、下がってねー。よっ、回復回復。危ねえ、変って。はい、それよ、それ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 、はい、で、さばきを受けやろう。あ、いっぱい来た、いっぱい。この、よっ、よっ、よっ、急がない。この、こいつ、あら、爆発。よっ。待てー、この程度の傷。うん、危ない。うざい、うざい。ほら、ほら、ほら、どういうこと。あ、ひどい、危ない。本当に痛いです。痛い痛い。やっちまったぜ。カメラ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 。あらよ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 。あ、倒した。危ねえ。竜の力、竜の生命力は枯れた植物をここまで復活させられるのか。
実に不思議だ。ただの枯れ木かと思ったのに怪物だったのか。丸呑みにされるところだったな。でもなんでよりによって今日突然こんなことが起きたんだ。剣が地面に落ちた衝撃で力が外に流れ出たのかもしれないね。すまない、ここにいさせてくれ、頼む。もう絶対に変なことはしないから。あ、パラドさん、そんな地面に生えてるキノコみたいに膝を抱えなくても。はあ、給湯時がこんな場所で枯れていたのはもしや汚れた力を吸収できなかったからだろうか。旅人の能力によって浄化された純粋な剣祖力は怪物を復活させただけでなく強化までしたようだね。そして純粋な生命力は再生力も上げるようだ。おそらく今後も襲ってくるだろう。俺にこんな力があるとは。僕もこんなことは初めてだ。このような珍しい状況に遭遇できたのもある意味では収穫かもしれないね、スクロース。あ、はい。あの冒険者をキャンプ場まで送ってくれるかい。わかりました、先生。ここの問題に関してはすまないが、再び君にお願いしなければいけないようだ。予想外の面倒ごとも頼まれるなんて、オイラたちますます強くなってるみたいだな。そういう意味なのかな。うわーうわー、あ、サミー、だけで急登場でどうしたくない。回復させてくれよ。いやー、前回はい、というわけで、まあ今回はこの件にしておきましょうか。もうないべ。もうないだろねえ。これもやんなきゃいけないんだよな。はい、それではまた、なんかイベントがあったらね、やっていきたいと思います。それではまたのご来店お待ちしております。バイバイ。